アレクセイ・パー・アブロビチ・オクラドニコフは、ソビート連邦及び、ロシアの考古学者。レナガは、上流、イルクーツク州にある、コンスタンチノフシチナ村で生まれる。アギンスコへの中学校に入り、その郷土史サークルで、村の生活や古い結婚式、民謡や伝説などを記録した。イルクーツク在住のハローシフという考古学者が、アギンスコへに立ち寄り、 バイカル公園外やレナカ流域の古代遺跡について講演したことが、後年の研究テーマを決定するきっかけとなったという。1925年にイルクーツクの市範学校、ついでイルクーツク大学に移り、1928年にイルクーツク郷土博物館の民族学部主任となった。1934年にレニングラードにあった物質文化史アカデミーの研究生として、 ピョートル・エフィメンコに支持し、旧石器時代について学ぶ。1968年からロシア科学アカデミーの会員に選ばれ、亡くなるまでシベリアセンター人文科学研究所の所長を務めており、1978年には社会主義労働英雄の称号を得る。弟子に極東連邦大学のエベ社福の府がいる。1928年から、 イルクーツク地方の古文書を研究し、レナガワ上流とザバイカル地方の考古学的調査を行った。この時にまた、ロシア人が進出するまでの西ブリアート族、エベン貴族に関する古文書、民族学的資料を収集した。1926から31年のレナガワ上流とセレンガ川下流域の調査で、新石器時代と青銅器時代の遺跡として、 有名になる母の母の墓を発見する。1928年に、シシキのの岩壁画を調査してからは、この方面への注意を深めきたアジア岩壁画という、研究分野を創始し、考古学と民族学の総合という特徴を持つ、オクラドニコフ的解釈法が成立したのも、この時期という。1932年には、イルクーツクからブラーツクまでのアンガラガシの、 約600キロを調査し、主として、新石器時代と青銅器時代の埋葬を確認した。1935年に、東部シュベリアとは全く異質の文化であるアムール、川下流域を調査する機会があり、半地下式の住居史を認める。1936年から翌年にかけては、アンガラ川下流域1200キロを通査、北アジアの上部旧石器時代遺跡として有名になる。 プレチュが発掘された。1938年、中央アジア考古学者、ミハイル・マッソンに招かれて、テルメズ考古学調査団に参加し、ウズベキスタンで、中部石器時代の遺跡として知られるテシク・タシュ洞窟とアミルテル洞窟を発見した。1940年から45年にレナ川の源流から5000キロを通さして、この流域に旧石器時代の遺跡があること、 森林狩猟民の新石器文化は北ユーラシア全域に及んでいたことを明らかにした。ありがとうございます。